俺だけ死んだ。うん、そうですね。悲しみを背負うぜ俺は。アイク、イカダ作って俺たち迎えに来てください。イカダを作らなきゃいけねえな。またハンマー作らなきゃみたいな。あの化け物また追いかけてこないかな。いや、食べきれてるね、完全に。俺ドワーフと戯れてるけど。俺たちもこの辺の木を切るか。あー、こいつら茶は気のしんじゃない。おし、ハンマーを。いやー、まさかメルさん最初の犠牲者になるとはな。火事を操縦してる人から狙ってた、まさか思わなかった。あのスタミナ、俺は火事を切ってるからスタミナ回復ができなかったっていう。この家拠点にするしかないか。そうっすね、しばらく。ハンマーで直せんのこれ。あ、直せる直せる。ちょっとお手洗い。はい。まさかこういう事態になるとは。マジでもらったわ。こんな展開は予測外だわ。本当だよ。あれ、トルミさん、ベンチ作れます？中で？ああ、ここでもいい、外でもいいし。そうで作ろう。樹脂か。判定がきついな。きついっすね。丸太の棒一つだって。向き変更ってどうやってやるんだろう。左シフト違うな。ああ。笑ったわ。いやー、配信だったらいい絵だった。超いい絵だったな、配信だったら。家をここで建てるんですか。やるしかね、やるしかねえんだ。いや、このここ建てる場所を限られてるんじゃないですか。いやここベンチ。あ、ベンチか。ベンチ用の屋根をつけないといけない。まだアーリーアクセスだからスキル低下なしっていうのは出てるからいい。まあもしこれで済んだら明日から新しいデータでやろうか。それでいいかもな。もう帰れないっていう。ちょっと拠点の位置も悪かったねこれ。中途半端すぎるな今回。もう使えるよ。トミさん、ここで修正できるぜ。できますよ。これで労働力が増えた。ほらー、風に乗っていくぞ、ほらー。早くして。これ、カートをちゃんと乗せれるかな、これ。カード乗せるなら持ってくれる物資が一気に 2,3 倍増えるのでね。そのカード、うちの我が家のカードは倉庫になっておりますので、ね、ピクトも動きません。重量型で。マジか。あれは全部運べればいいんだけどね。そこそこ直してますね。よいしょよいしょ。綺麗に破壊してるな。我が墓に向かう。あの、多分向かわない方がいいですね。まだいるかもしれないで、もう一度死ぬかもしれない。俺らが耕してるところに連れてこられてもらって。大丈夫だ、きっといないはずなんだ。それこそ俺の人生が終わってしまう。メルヤさんの装備も結構充実でな、取らないとな。テレポートできればな、便利なのに今。本当まだわからないものが多いんですよね。そうですね。このゲームやってて、
やべ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 、いるでしょ、いるでしょ、座礁してる、座礁してる、ダメージ食らってる、ダメージ食らってる言い方が。は見当たらないで、盛り上げるためには石結構大量いるので、メイナさん、あ、トミさん、この水をまず遮断しよう。この水なんか紫色に光ってんだよな。石他にない、あるわ、石掘り山ほどありますよ。いるわボス。でしょうね、まあそれはいるでしょうな。Back to the future! 何？石足りない。長老引きつけてくんね。え？嫌だ。それ言ったら俺、ゲームが終わる。マジで。ちょっと待って。引き続けばいいんですよね。俺の死体から離させていただきたいな。あ、もうちょっと待って、もうちょっと待って。右側にいるんで、海の。うん、もうちょっと待って。アイテムの回収は浮いてるからできるんだけど。うん。俺の死体の横にぴったりくっついてんだ。うわ、最悪のパターンじゃないですか。あ、トリムさん、石。またロック。だから多分そこにエンカウントしてないんだと。じゃあ私はメイナさんの手伝いに行きますわ。はい、お願いします。多分上に持ってったら安全だと思う。ほら、そう左ちょっと上見ながら、上か下、波に揺れてるからマウスでそれを調整すればいいじゃん。それが合わせにくいんだよ。なんだ、あれだ、兄さんがやればいいじゃん。ははーん、まあいいや、細かいところがこう再現されてるから逆に難しいかもしれんけど、ただのガマなんだよな。時間がかかりますか。うん、とりあえず戻るっていう目的はできたんで。ああ、でもあのボスに海を渡れる能力はなくてよかったですね。海も渡ってたよ。ある意味渡ってたよ、海から合意してたから。タッチ悪いことに海から攻撃してくるから。そうだよね、メリアさんがそこで。お、なにこれ、え、雑誌されたじゃん。え、止まった、感想がある、岩があった、わかんない、見えない。夜で何も見えない、下に岩がありますね。あ、岩があったね。全速全身と。ひどい目に遭いました。かつ集団本当に交換しないとな。そこが弱点よな。火事場がないと修理できねっていう。そうだよな。でもあの島にあのポース以上の価値あるんだろうか。あれはね、鉄なんです。とりあえずボスのどれかが一つ倒したら鉄になるっていう。まあとりあえずそうだね、次の時はダンジョンを片っ端からとりあえずやってみて。そうですね、じゃないと、まあ俺もウィキを見ながらやってるわけじゃない。あと全員の防具だね。
どうに許可するか。あとするしかないな。黒い森の全ダンジョン回ろう。あとまあこのイカダの方面にあの動向脈が多いから回収していくのもありだし。そうですね、うん、食料がないから一旦戻んねえとな、うん、あそこ食料ないもんね、うん、ちょっと調達がっつりしていかんとダメだわ。まさかここまで来てここ一気に全滅するの パターンに合うのは思わなかったな。でもね、こういうあのいわゆる小島ってで、ね、そういう現象が起きやすいのはある。うんうん、ドワーフの集団が夜に来たらもう耐えなきゃいけないから持久戦になっちゃうんだよな。だし瞬間回復のアイテムがないから。そうですね。そう。結構ここの辺がシビアで。